皆さんこんにちは。今回はハロウィン前ということで、こちらの画像のようなとんがり帽子の簡単な作り方を紹介します。デフォルトの立方体を X キーで削除します。 Shift プラス A でカーブからサークルを追加します。続いて Shift プラス A でカーブからウェジェを追加します。 RY90 通して Y 軸を基準に90度回転させます。点キーの3で側面からのビューに切り替えます。 GZ で Z 軸方向に移動します。この時ウェジェカーブが Y 軸よりも上側に来るようにします。オブジェクトデータプロパティからジオメトリ、レベル、オブジェクトと進んでポイントマークを選択します。サークルを選択します。タブキーで編集モードに切り替えます。点キーの3で側面からのビューに切り替えます。 Alt プラス Sを押しながらマウスカーソルを動かします。そうすると先端が細くなります。 GZ、GY でとんがり帽子の高さや角の感じを調整します。とんがり帽子の角を折りたい場合はハンドルの選択部分を変更して移動させます。同様に GZ、GY で好みの形に調整します。タブキーでオブジェクトモードに切り替えます。右クリックでコンバートトゥーからメッシュを選択してカーブからメッシュに変更します。タブキーで編集モードに切り替えます。オルトキーを押しながら点を一周選択します。 ES で帽子のつばの部分を押し出しながら拡大します。この操作を4回繰り返します。今のままでは帽子のつばの部分が真っ平らなのでプロポーショナル編集をオンにします。スムースからスフィアに変更します。一周選択した状態で GZ で Z 軸方向に移動させます。この時マウスホイールボタンを転がすと影響する範囲を調整することができます。続いて任意の点を選択して GZ で Z 軸方向に移動させます。ここからは同様に作業を繰り返して帽子のつばの形を好みの感じに整えてください。タブキーでオブジェクトモードに切り替えます。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを選択します。ビューポートのレベルを2にします。右クリックスムーズシェードで滑らかにします。 Shift プラス A でメッシュから平面を追加します。 S で拡大します。続いて帽子を選択して S で縮小します。点キーの3で側面からの視点に切り替えて位置を調整します。右上のコマンドからレンダープレビューに切り替えます。今のままでは背景が暗いのでワールドプロパティで明度を調整します。レンダープロパティからレンダーエンジンを EV からサイクルスに変更します。ライトを選択してオブジェクトデータプロパティを開きます。サンライトに変更して強度を3にします。ライトの色を好みで調整します。ワークスペースをシェーディングに切り替えます。レンダープレビューに切り替えます。見やすいようにワークスペースの幅やオブジェクトの視点を調整します。とんがり帽子を選択して New をクリックします。 Shift プラス A でテクスチャーからノイズテクスチャーを追加します。ファクターとベースカラーをつなぎます。 Shift プラス A でコンバーターからカラーランプを追加します。白色のカラーバーを選択して色を調整します。ここでは赤茶色に設定してみました。続いて黒色のカラーバーをドラッグで移動させて色の比率を調整します。カラーランプのプラスボタンを押してカラーバーを追加し色を選択します。カラーバーの位置を変更します。スペキュラーチントの値を上げます。そうするとベースカラーの色が反射光に反映されます。粗さの値をお好みで調整します。0だとツルツル、1だとマットな質感になります。
シフトプラス A でベクトルからバンプを追加します。バンプのノーマルとプリンシプル PSDF のノーマルをつないで、続いてファクターと高さをつなぎます。ストレングスとディスタンスの値を調整して好みのシワをつけます。最後に色味やカラーバーの位置を微修正したら、モードの設定は完了です。ワークスペースをレイアウトに切り替えます。テンキーの0でカメラ視点に切り替えます。サイドバーからビュータブを選択してカメラトゥービューにチェックを入れます。サイドバーが開かないときはキーボードの N キーを押してください。カメラ視点で画角を調整できるので好みの位置に視点を移動させます。お好みで帽子の位置を調整します。 G で移動、 R で回転です。背景の平面を選択して背景が画角の外側まで広がるように拡大します。カメラトゥービューのチェックを外します。マテリアルプロパティからベースカラーで背景色を選択します。レンダーから画像をレンダリングしたら完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハロウィン画像作成のお役に立てれば幸いです。よろしければチャンネル登録もお待ちしております。